はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、2020年下半期のマイベストコスメに選んだアイテムを中心にフルメイクしていきたいと思います。マイベストコスメの動画まだ見てないっていう方はよかったらこちらからチェックしてみてください。それでは早速メイクスタート。はい、それでは早速下地から使っていきます。ランコムの UV エクスペールトーンアップローズです。これね、下半期動画にたくさん登場したと思うんですけど、今年はゴルフも始めたので秋冬でも結構数値の高いね、日焼け止めを使っておきたい日が多かったんですよね。そういった理由もあってこれに手が伸びることが多かったんですが、秋冬もね、全然乾燥することなく使えています。ファンデーションは MAC のスタジオフィックスコンプリートカバレッジクッションコンパクト SPF50 です。これはもうやっぱカバー力高いですし、ピタッと密着してくれる感じ、これがね、マスクメイクの毎日にも本当に使いやすくって、今日ファンデーション何使おうかなって迷ったらとりあえずこれみたいな感じで過ごしていました。カバー力アップしたいところはこんな感じで重ね付けするとよりカバー力も増してくれるんですが、本当にね、薄くついてくれる感じ、厚ぼったさがないので、そういったところもね、崩れにくさにつながっているのかなと思います。ファンデーションの仕上がりはこんな感じです。次、コンシーラーはディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーです。春夏はね、結構気温高くてそんなにあざも目立たないのでいろんなコンシーラー使ってたんですけど、気温下がり始めてからは本当これかアディクションのジャータイプ使うことがほとんどでしたね。特にこっちの方がマックのクッションファンデとも色が近いということもあって、こっちの方がより出番が多かったですね。じゃあお粉はメイクアップフォーエバーのウルトラ HD プレストパウダー使います。もうこれはね、せっかく底見えしたからもうレフィル割らないように気をつけて最後までしっかり使いたいですよね。じゃあアイブロウはアルマーニのペンシル使います。芯のね、先が丸い方が使いやすく感じる時もあるんですけど、今はね、結構しっかりめに尖らせて使うのにハマってます。輪郭だけこの先が細いうちに取っちゃって、全体の形が決まったら芯を斜めにして内側を埋めるようにしています。でも最近は本当ペンシルでザーッと仕上げたら中はアイシャドウを使って埋めるっていう感じなので、結構アイメイクが終わった段階で眉も一緒に仕上がってるような手順に変わりましたね。最初にそんなに眉を作り込みすぎないように意識しています。アイブロウマスカラは MAC のものを使います。これがね、テーパードというカラーですね。眉毛少ないんですけど色は真っ黒なので色味をね、消していきます。アイシャドウベースは MAC のクリームカラーベースのパール使います。これもベタベタしなくてよかったですね。滑らかなクリームなんですけど、二重幅の溝にたまらない程度の滑らかさで、薄くね、まぶたにのせておくとアイシャドウの密着力もアップしてくれるような気がします。アイシャドウ、まずはこちらスックデザイニングカラーアイズの136番のこのカラー使っていきます。このカラーがね、めちゃくちゃ優秀、ベース的に上まぶたにも下まぶたにも入れるっていうことが多いんですよね。特に下まぶた、今日のアイメイクには何色が合うかなっていう日も大抵これだと合うので、これ一色ね、単体で他のパレットのメイクに足すことも多いです。下まぶたはちょっと幅広めな感じで入れていきます。でヤギ毛のブラシ使うと結構発色してくれるんですが、ハイリスとか使うともっとふわっと入れることもできるので、結構広範囲に入れられるカラーです。こんな感じで上下入れておきます。次、トゥーフェイスドのクリスタルホイップスロングウェアリングシマリングアイシャドウのクラブキット使います。これをブラシの先端にちょこっと取ってまぶたの中央に重ねていきます。もっとしっかり発色させたいときは綿棒の先とかに取ってのせてあげるとライン状にのせることもできるんですけど、今日はもうほんのりこの変更感を足していこうと思うので、毛先があまりみちっとしてないブラシで払うようにのせていきます。ほんとほんのりですね。はい、そしたらもう一度デザイニングカラーアイズに戻って、こちらのブラウン、これを目尻側から二重幅に入れていきます。ちょっと手前まで引っ張ります。この合わせやっぱり可愛いですね。今日の服の色に全然合わないですけど、ちょっと不思議系な感じで、このマックのちっちゃいブラシに変えて下まぶたの際にもちょっとのせていきます。そしたら次、こっちのカラーですね。これを同じブラシに取って、で粉を払ってから下まぶたの中央ですね、際のとこに少しのせます。このカラーもね、すっごい可愛いんですよね。メインとして使えるんですけど、多分そういうメイクは今までも動画の中でやったことあると思うので、今日は下まぶたにあえて使ってみました。じゃあブラシ一旦払ったら、今度はこちらのカラー、これを下まぶたの目頭にのせていきます。ちょっと下まぶた濃いめのメイク、
で上まぶた目頭にこのカラーを足します。ここですね、ここに入れ込んでぼかします。ここに入れ込んでまぶたの中央に引っ張るようにぼかします。じゃあまつげ上げます。でまつげは最近根元からガッて上げずに毛先だけカールさせるっていうのが多いですね。ちょっと節目がちな仕上がりになるんですけど、こんな感じでカールさせています。じゃあインライン引く前に先にマスカラ塗っちゃいます。クレドポーの2番のブラウン使います。このカラーほんと良かった。これをね、上から一旦まつげを押さえるように塗って下から持ち上げる。この塗り方って根元からカールさせちゃってる時はまぶたにつきやすいんですけど、毛先だけカールさせている時だったら比較的まぶたにねつかずに仕上げることができるので、このカールのさせ方した時はマスカラをね上からと下からと両方塗るようにしています。このブラウンやっぱり絶妙。アイテムのねどういったところが気に入ってるかなんかはぜひ私のベストコスメの動画をね見ていただけたらと思います。おなじみのキャンメイクのクリーミータッチライナーの03番使います。で今日はもうアウトライン引かないので、これで黒目の上あたりだけインライン引いていきます。手前に引っ張る感じ。黒目の上のところ内側のこのカーブの角度をね調節する感じで余分なところを埋めて目頭に引っ張る。また眉忘れてた。今度ねこのブラウン、これをこの眉の薄いところにふわーっと入れていきます。アイシャドウ使ったタイミングで眉にも入れようと思いながらなんか忘れちゃうんですよね。こんな感じで入れて、最近はこういう分かりやすくブラウンみたいな眉っぽい色だけじゃなくってポイントカラーとかも普通に眉に使うことあるんですよね。なのでこのパレットでも全然この辺りとかちょこっと混ぜちゃってもいいと思います。マスクから出ているパーツが少ないので眉でもこのポイントカラー使って遊ぶっていうのはメイクアップフォーエバーの BA さんが教えてくださったテクニックなんですけど、気に入ってよくやっています。じゃあシェーディング入れます。シェーディング入れてからノーズシャドウとハイライト入れようかな。じゃあハイライト今日は迷ったんですけど、ジバンシーのタンクチュールシマーパウダーの02番使います。最近はこれからライトスカペード使うことが多いですね。ゴールドと白っぽいカラーなので重ねてもいいと思うんですけど、なんかその日の気分で使い分けてます。これほんと去年の限定の型押しですけど買ってよかった。むちゃくちゃ馴染んでくれる。はい、じゃあノーズシャドウオメガで入れていきます。でノーズシャドウは最近この鼻の付け根っていうのかな、ここばっかり入れてますね。この辺り一時期はねゴリゴリに入れるのにハマってたんですけど、なんか最近はここだけ重点的に入れるようにしています。というのもここねあざがある関係でファンデーション塗ってもやっぱり黒っぽくちょっとノーズシャドウ入ったみたいに見えるので、なんかそれに合わせるイメージでこっちも濃いめに入れています。で鼻先、このねクリボーが最近めちゃくちゃ気になるから小鼻の側面をゴリゴリに塗っていきます。と鼻下ですね、こんな感じ。で次チーク、マックのグロープレイブラッシュのブラッシュプリーズ使っていきます。もうこれはねほんと勧めてくださった BA さんありがとうございますって感じ。手持ちの練りチークの中で一番使いやすい練りチークだと思う。練りなのに練りっぽさがないというか、いい感じに馴染んでくれるっていうメリットだけ残して使いやすさはパウダーチークっていう感じの使い心地ですね。こんな感じ。ハイライトここね先に入れちゃったけどいいや。じゃあ最後リップ、スックのコンフォートリップフルイドフォグの限定102番です。このシリーズ、このフルイドフォグもですしグロータイプも両方すっごく好きで、で手持ちのカラー全部気に入ってるから1本選ぶのめちゃくちゃ迷ったんですけど、この UK の限定のカラーが特に可愛かったかなと思ったのでこちらを選んでみました。なんかマットだけど MAC のパウダーキスほどマットでもないっていうか、スックのマット感って結構控えめなマットなんですよね。で乾燥とかもしないから普通のマットリップが苦手な人でも全然使えると思います。乾燥知らずだし、でも持ちと密着力はいいので、ほんとマスクメイクにぴったりなねシリーズだと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。髪セットしちゃったけどミスト吹きかけときます。乾かします。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。今回は2020年の下半期のマイベストコスメのアイテムを中心にフルメイクしていきました。いやー楽しかったね。2020年下半期もいいアイテムとたくさん出会えた半年だったと思うんですが、来年のねスプリングの情報ももうたくさん出ていますし、先行予約なんかも始まっているものもありますよね。もうこれは絶対買うみたいなアイテムがあればコメント欄でシェアしていってください。
今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。そして月額490円のチャンネルメンバーシッププログラムスタートしています。興味がある方はチャンネル登録ボタン隣のメンバーになるというところから詳細確認してみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。